俳優の吉沢亮が24日、渡辺圭介と共に自身のインスタグラムアカウントにて生配信を実施。女優の橋本環奈が参加する場面があった。吉沢亮&渡辺圭介、橋本環奈とのコラボに苦戦映画、ブラックナイトパレード、公開中、で共演している吉沢と渡辺。生配信序盤、吉沢がビールを片手に一人で話していると、お邪魔させていただきます、と渡辺がシャンパンを持って登場した。ライブ中盤には橋本からコラボレーションを希望していると連絡が。環奈橋本、と吉沢は橋本の登場を待ちわびている様子で反応した。その後橋本からリクエストがあるも、ファンのアカウントからのリクエストに埋もれて発見できないという事態に。吉沢は、環奈ちゃん以外のリクエストを送ってる人全員消してもらってよい。みんな、橋本を、見たいでしょ、と呼びかけるも、なかなかうまくいかずに、なんやねん、と二人でくじけそうになる場面もあった。最終的に橋本のアカウントとのコラボが成功すると、二人は笑顔。橋本も、いけたー。と反応し、映画の撮影が終わって別の仕事現場に移動中です、とその多忙ぶりを明かした。橋本環奈、すっぴんで急遽インスタライブ参加。橋本は車の中でドアップ、前髪を上げたラフなスタイリングだったが、渡辺が、ちなみに今はすっぴんってやつですか、と問うと、ですね。薄すぎません、大丈夫、と心配そうな素振りを見せつつすっぴんであることを告白。吉沢は、すっぴんがすごいのね。変わらない、とメイクをせずとも美しいビジュアルに感心している様子だった。またその後は、吉沢と渡辺に寄せられたクリスマスソングのリクエストに橋本が答える流れに。橋本は、ジングルベルを全力で歌い、二人もノリノリで手拍子。しかし最終的には、押し付けるのやめてもらってよいですか、と橋本から吉沢と渡辺が突っ込まれる展開となっていた。このコラボを受けて、視聴者からは、この角度ですっぴんでとんでもない可愛さ、イブに豪華すぎるコラボ、クリスマスソング可愛い、眼福、視聴者に辛辣なお量が面白い、笑、など多くの反響が寄せられていた。